どうやら、うん、アヘッドさん車を買ったそうで、お、いきますよ、せーの、車の話坂戸店のコーナーです。はい、始まりました。ひろきさん、今回、うん、どうやら、うん、アヘッドさん車を買ったそうで、お、はい、最近の車、最新の新車、あ、新車、初めて買ったらしいんですよ。初めてじゃないですか。はい、新車を買ったのは新車系の、まあ、まあ、でも他にもあの、ね、以前ね、あの、はい、アーバンナイトとかエレクセンありました、あ、まあ、ありましたけど、でも今回はあの完全にデモカーにする新車を買ったと。これ楽しみですね。今回の車はどんな感じ。今回の車はですね、やっぱりね、今をときめくスポーツカーと、ときめく、ときめいちゃいます。すげえハードル上げるじゃん。いや、僕はときめきましたよ。あ、本当、はい、なんでね、早速ね、ご紹介したいと思います。はい、いきますよ、せーの、よいしょ、じゃじゃーん、おー、トヨタ GR86RZ と。あ、 RZ なんですね。 RZ です。おー、ということで見てください、はい、ひろきさん、まだ、だってまだ本当にね、来て間もないですね。ここの駐車場をね、ちょこちょこ動いてるぐらいだったんですよ。今何キロですか、オドメーター。5キロです。5キロ、はい、もう新品ですね。じゃあ、ド新品でございます。ド新品だね、はい、だってまだシートとかにあの、ね、保護シートついてます。保護シートついてますから。確かに、はい、すごいね。すごいんですよ、新車ということで。また黒色っていうのが引き締まってていいじゃないですか。はい、え、どういうあれにしていくんですか、山中さん、これは。いや、それはひろきさんとも正直相談だと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり誰しもが、ね、はい、運転を楽しみたいと思ってこの車を買うじゃないですか。そうですね。で、やっぱりあのスプーンの城本さんも言ってましたけど、はいはい、ストリートを楽しむためにやっぱラリーの知見がすごく重要だっていうことを、あ、まあ、確かにね、おっしゃられてたので、まあ、やっぱりまんまストリートですから、ね、ラリーは、ひろきさんの知見を生かした足だったりとか、はい、あ、なるほど、ブレーキだったりとか、はいはいはい、最終的にはパワーも上げちゃいますかね。ターボ入れます。あ、ターボいいですね。500馬力ぐらいにして、もっとこう下をガーンって沈ませて。500馬力だって今これ240馬力ぐらいあるでしょ。そうですね、まあ、単純に、まあ、ターボかければ2倍になる、ブースト 2.0 でかければね、はい、まあね、あのお客様にもね、あの目指していただける仕様にはしたいと思ってるんですけれども、はい、まあ、確かに500馬力も狙えると。まあ、だって結構その、まあ、新型じゃないですか、旧型に比べると色々、はい、まあ、駆動方式、駆動系のパーツとか強化されてるんで、はい、割と結構安全率高めで、うん、あのチューニングできるっていう噂を聞いてるんですよ、はい、あとは GR86 を、まあ、ついに買ったということで、うんうんうん、あのですね、私の知り合いにですね、 GR86 をいじりまくっても6万キロ乗ってるやつがいるんですよ。お、はい、なんとか林雄介って言うんですけど、もう大体分かったね、はい、なんとか 林ですね、はい、バレましたね、はいはいはい、あの彼もですね、あの、はい、ぜひあのこれを、ね、買ったっていう報告をした時に、はいはいはい、俺の86見てくれとすごい言ってたので、まあ、ちょっとね、ノーマルといじったらどういう風に変わっていくのかっていうのを、ね、あ、まあまあ比較でね、はい、どんどんね、やっていきたいと思うので、はいはい、そういう形でですね、アヘッドの GR86 デモカーですね、これからどんどん制作してまいります、うん、皆さんお楽しみにしていただければと思います、はい、いろんなところがね、こういうところだったりね、新車のには見てください、これ5キロ、5キロですよ皆さん、新車ですよ、新車ですよ。だから、まあ、これからね、慣らしをしないといけないので、はい、まあまあ、まだまだ結構やることはありますけど、まあそれでも新車ですから、はい、この新車の匂いがいいですね。 RZ 高級仕様ですから。高級仕様ですね。だからこのインパネのステッチとか、こうサイドのこういうところとか、かなりおしゃれでお金がかかってますよね、はい、あ、まあこの部材どこで手に入るのか僕知ってるんで、あの軍祭ビッグミートに来ていただいたシエル工業さんで全部貼ってますから。あ、あのおしゃれですね、プレゼントもいただきましたけど、そうそうそう、はい、色違い欲しいって言えばね、こういう色も変えてられたりね、はい、シエル工業さんで、あのこういう 色変えたり、あのロゴ入れたりできるんですよ。 いろんな楽しみ方あるのがいいですよね、86GR86 は、はいはい、ということで、はい、まあ、こういった新型車両の GR86 でありますけども、まあ、これからいじっていって、はい、まあ、皆さんが、まあ、安心して楽しめて、はい、なおかつ、峠行ってもサーキット行っても、はい、まあ、どこに行ってもオールマイティに楽しめる車をチューニングしながらやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん注目していてください。はい、とみ、はい、ちゃん次出てね、動画待ってるよ。はい、ということで鳥林が多分この山中の一言でちょっと、はい、出るのやめようかなと思うかもしれないですけど、はい、まあ、ぜひね、生温かい目で見守っていただければいいなと思いますので、はい、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。改造車買取専門店、改造車買取
トリー本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買い取り本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。